皆さんこんにちは。仏像 YouTuber の山田大河です。今日は皆さんに奈良の大仏についてお話ししたいと思います。奈良の大仏ですね、そら知ってます、さよならって言わないでください。ちょっと待ってください。お釈迦様いますよね。お釈迦様って実は奈良の大仏の化身であること知っていましたか？で、この奈良の大仏って宇宙の中心にいる真理そのものっていうチート級のキャラであることを皆さん知っていましたか？今日はそんな話をしていきたいと思います。ということで早速奈良の大仏の説明に移ります。まずは奈良の大仏ってどんな種類の仏なのっていうことを説明します。で、この問いをすると勘違いされがちなことがあるので一点だけ補足します。あれ、仏像ってお釈迦様の像のこと言うんじゃないの？種類って何の話してんのっていうことです。結論から言うと、仏像っていろんな種類があるんです。だからお釈迦様の像もこれ仏像なんですよ。仏像なんだけど、それ以外にもいろんな種類の像があるんですよ。例えば皆さん、阿弥陀様って聞いたことありますかね？阿弥陀如来です。これもある種類なんです。お釈迦様とは別の種類の仏なんです。あるいは薬師如来って聞いたことありますかね？薬師如来。これもお釈迦様とは別の種類の仏なんです。っていうように、仏ってお釈迦様以外にもいろんな種類がいて、仏像もそれに応じていろんな種類があるということなんですね。だから奈良の大仏ってどんな種類の仏なのっていう、そういう問いは、この奈良の大仏って種類で言うと何なのって、そういうことになるんですね。で、本論に移りますが、奈良の大仏っていうのを結論から言います。奈良の大仏の種類は盧舎那仏という仏になります。盧舎那仏、ここに出てるんですが、盧舎那仏。漢字が難しいです。さよならって言わないでください。わかりやすく説明しますから。で、この盧舎那仏なんですけど、何かっていうことを結論から言うと、この宇宙、広い宇宙の中心にいる真理そのものということになります。ちょっと何言ってるか分かんないですねっていうふうに思われたと思うので、具体的に説明していきたいと思います。まず、仏教の世界観を皆さんにお教えしたいんですけども、仏教の世界観にこういうものがあります。この宇宙、無限に広いこの宇宙には無数の世界がある。その数なんと10兆。10兆という数の無数の世界があります。で、各世界には一人の仏、これがいて、で、その世界を統治する。その世界の人々を救う。まあ、そういう役割を与えられている。まあ、そういう仏が一人いる。ということになります。例えばいろんな世界って何なのかってことなんですけれども、極楽浄土って聞いたことありますかね？極楽浄土。この極楽浄土っていうのもその無数の世界の中の一個です。あるいは今我々がいるこの世界、これも無数の世界のうちの一つ。名前はちなみにシャバと言います。シャバ。シャバの飯とか、あるいはシャバの空気っていう単語聞いたことあるかもしれませんが、それはここから来てるわけなんですね。で、この世界を、それぞれの世界には一人の仏がいるっていうことを説明しましたね。で、例えばさっき言った極楽浄土っていう世界を担当するのが阿弥陀如来なんです。阿弥陀様なんですけれども、この世界、さっき言ったシャバを担当する仏っていうのがお釈迦様です。何を隠そう、お釈迦様。インドで実際にいた、人なんですけど、この人はこの世界を担当していて、そういう建前になっているわけですね。で、ここからが本論なんですけれども、盧舎那仏というのは宇宙の中心にいます。で、宇宙の中心にこうじっとしてるわけです。で、この盧舎那仏は化身を作ります。自分の化身を作る。で、化身を作って、それぞれの化身を各世界に派遣するんです。さっき言ったように世界は10兆ありますよね。だから10兆の化身をブンって作って、自分はいないですよ。自分はこう中心にいて、でブンって作る。で、この化身を各世界にこう派遣していく。で、各世界を治める。そういうチート級の存在になるということなんですね。で、さっき言ったように、シャバ。これを担当する仏っていうのがお釈迦様でしょうね。で、このお釈迦様っていうのはさっき言ったように、宇宙の中心にいる盧舎那仏の化身が派遣されてきたっていうことになるわけですから、結局お釈迦様って、じゃあそれは盧舎那仏の化身だということになるわけですね。これで伏線回収ができました。さあ、ここまで説明すれば盧舎那仏の凄さ、これお分かりいただけたかと思います。で、最初に戻りますが、奈良の大仏の
仏像の種類はルシャナ仏ということになります。よろしいですかね。で最後に、なんで奈良の大仏はルシャナ仏なのっていう、そういう問いにお答えしたいと思います。さて皆さん、奈良の大仏作った天皇は誰ですかということなんですけど、これは聖武天皇になります。まあ皆さん聞いたことあると思うんですけど、奈良時代にいた、実際にいた天皇です。でこの聖武天皇がやったこと、各地日本全国に国分寺というお寺を作ります。全国に国分寺を作る。で都の中心にその国分寺を総括するお寺、これを作ると。でこのお寺の名前が皆さん有名、東大寺ということになります。東大寺というのは各地にある国分寺というお寺を総括する役割を持たされていたわけであります。でこの東大寺に置く仏像、どんな種類がいいのっていうふうになった時に、まあ、これはもう一択になるわけですよ。一択でルシャナ仏になるわけです。なんでかってことなんですけど、さっき言った都に東大寺があって、で各地の国分寺を都が統括するという今の考え方と、宇宙の中心にルシャナ仏がいて、各世界にルシャナ仏が自分の化身を派遣するという、こういう世界観がめっちゃ似てたからです。あるいはもっと言うと、聖武天皇って奈良時代の天皇なんですけれども、奈良時代っていうのは律令国家っていうのをこう頑張っていたわけですよね。で律令国家っていうのは中心に政府があって、その政府がまあルールを作って、そのルールのもとで官僚がこう各地に派遣されて、官僚が各地を治めるということになりますね。そういう制度なんですけれども、今説明した制度と、中心にルシャナ仏がいて、各地にその自分の化身を派遣して治めさせるっていう、そういう世界観がめっちゃ似てたから、めっちゃ似てたからなんですね。だから奈良の大仏っていうのはルシャナ仏にしたということになるわけです。さてということで、今日の奈良の大仏の説明は以上です。奈良の大仏は仏像マニアにとっては語っても語りきれないくらい語るものがあります。ですので奈良の大仏についてはまた動画を上げたいと思いますが、今日の動画はこれまでにします。皆さん、ご清聴ありがとうございました。